皆さんこんにちは。いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。今日はこちらのムック本です。クレーサス長財布ブック、購入しましたので開封していきたいと思います。はい、開封いたしました。今回クレーサスの長財布ということで、付録ムック本含めてクレーサスの長財布は今までなかったんじゃないでしょうか。発売日が1月だったんですけれども、2月に延びまして、楽しみに待ち遠しかった方も多いかと思います。それでは詳しく見ていきたいと思います。それではご覧ください。今回のお財布、明るく綺麗なアイボリーカラーが採用されておりまして、正面にはおなじみのカメリアマークが付けられております。表面の素材に関しましては合皮素材が使われておりまして、このキルティング、この模様もとても上品な仕上がりになってますね。はい、そしてこのデザインもとてもおしゃれな仕上がりです。はい、そしてこの触った感触もですね、手にしっくり馴染みやすい、そういった素材になっておりまして、使いやすさにこだわったと書かれてありますけれども、まだ外観だけですが、そのあたり伝わってまいります。そして横を見ますとこのようになってますね。で、裏側を見ていきますとこちらですね。はい、キルティングのお財布好きな方、これはたまらないと思います。そして上から見るとこのようになっていて、下から見るとこうですね。で、細かい、角の部分とか写しておきましょう。このように仕上がっております。はい、こちらこうですね。反対側も、はい、このようになっていて、角の部分も、はい、このように、はい、ちょっと固めな仕上がりになっていて、こうぐちゃっとなったりも簡単に、しないかなと思います。そしてこのサイズ感なんですけれども、意外とこのスマートサイズ、思ったよりもコンパクトサイズになってまして、このように薄いのもそうなんですけど、この幅高さもですね、結構コンパクトになっています。それでは付録やムック本で購入したサイズ違いの長財布いくつか持ってきたんですけれども、サイズちょっと見ていきます。最近購入したもので言えばこちら、ジル・スチュアートのゼクシーの付録ですね。こちらポシェットなんですけれども、購入した方多かったと思いますので比較で出したいと思います。はい、どうでしょうか。このように横幅、かなり違いますね。この縦のこの幅も全然違うかと思います。で、厚さで言いますと、ほぼ似たような感じですかね。はい、このようになっております。そしてこちらバンヤードストームのムック本ですね。カードがたくさん入るタイプのお財布と合わせてみますと、はい、やはり横幅はかなり今回コンパクトになっております。で、高さの方もですね、このようにわずかながらですけれども小さくなっております。厚みはほぼ一緒ですかね。さらに、いつも登場してますけれども、こちらのお財布、付録でよくあるタイプですね、こちらと比較しましても横幅は小さくなっていて、高さもですね、こちらほぼ一緒くらいですかね。このようになっております。だいぶ前の付録になるんですけど、このジャーナルスタンダードレサージュですか、こちらちょっとコンパクトめの長財布だったんですけど、これと比較しましても、はい、やはり今回のクレーサスのお財布はスマートなサイズなのがわかるかと思います。それではお財布開けていきましょう。開口部分はこちらですね。こちらをパチッと開きまして、開閉もですね、このボタンもしっかりとこう閉まった感が手に伝わってくる、はい、感触もいいですね。で、開けていきますと、はい、裏側は明るめのピンクが採用されております。裏地ですね、このホワイトアイボリーとピンクの組み合わせ、とてもおしゃれで可愛いデザインになっております。で、中をご覧ください。内側もこのピンクということで、で、この金具のファスナーの部分はゴールドジップとなってますね。では収納を見ていきましょう。まずこちらですね。こちらはまず横幅いっぱいの収納スペースがあります。で、さらにその下にはカードポケット、1、2、3つですね、3段が2列あると
いうことになっております。そしてこちらのフリースペースにはお札レシート類がたっぷり入ります。マッチもですね、これくらいしっかりとありまして、このように開きますので、はい、これは使いやすいのではないでしょうか。でこちらの小銭スペース開けますと、はい、中はこちらもピンクですね、明るめのピンクになってますので、中のものがとても見えやすくなっております。そして反対側、こちら側にもフリースペースがありまして、さらにこちらにはカードポケット、同じく3段ですね、2列あります。横幅いっぱいのポケットはこちら側にはついてませんね。はい、このような収納スペースとなっております。それではお札から入れていきましょう。3枚用意いたしましたので、こちらからまずいきましょう。お札はこちらですよね、ここにこのようにスッと入れることができます。はい、入れますとこれくらいになります。横幅はですね、今回お財布ちょっとそんなに広くありませんので、余裕はそんなないですね。この一番この広い部分、この折られてくるここよりもちょっとこの奥のこっち側に入れる感じになるかと思います。はい、で手前のちょっと狭くなっているこちら辺の部分に行きますと、まあ千円札がやっと入るかなっていう幅になってきますので、まあ、1万円札とかこう入れる時にちょっとこの辺で引っかかる感はもしかしたらあるかもしれませんね。この奥の方を目開けてこう入れるという感じになるかと思います。はい、でこのように入りまして、さらにこちら側のスペースももちろんお札が入りますので、はい、こうですね、このように入ってくれます。お札だけではなくてもちろんレシート、あるいはチケット類とかもすっぽり入るこのスペースは使いやすくなっているかと思います。お札だけでも例えば1万円5000円はこっちに入れて、1000円札だけは例えばこっち側に入れておくと、そういうふうに分けたりとか、あとお札とレシートをそのままこっちとこっちに分けたりとか、使い方はいろいろあると思いますけれども、便利に使えるかと思います。そしてこちらのフリースペースにはスマホも入れること可能です。今回の財布に関してはそのあたり想定してなかったのかもしれませんけれども、入れようと思えば iPhone6 今入れてますけれども、はい、これくらいのサイズで入れることができます。通帳なんかはこのようにちょうど入る感じですね。横幅もぴったり入りますし、この深さも本当ぴったり入るくらいのサイズとなっております。そしてポケット見ていきますけれども、この一番幅広のこちらには1万円札もこうすっぽり入るスペースが確保されておりますので、このままお金入れてもいいですし、チケット関係、このあたりにガチャガチャしたくないようなものをこちらにですね、入れておくといいと思います。そしてカードポケットを見ていきましょう。このようにはい、すっぽりと入ってくれます。6つありますので1枚ずつ入れてみます。はい、それではカード今6枚、1枚ずつ6ポケット入れてみました。そうしますとこのように綺麗に入りまして、カード、どのカードかっていうのが、この部分見えてますので取り出しやすいかと思います。操作感で言いますとちょっとやはりきつな感じがありますので、こうスライドさせる時もちょっとですね、力がいるところはあります。その分本当しっかりときちっと入ってるのはあるんですけれども、はい、出す時にちょっとこうきつい感じがありますかね。はい、ですので、お会計の時はあらかじめこのフリースペースに出しておいて、パッと渡して、スッと戻すなり、ここにまた戻して後からこっち入れるとか、そんな感じになるかなと思います。ですので同じカードポケットに2枚入れるっていうのはちょっと、きついので、1枚ずつ6枚ということになるかと思います。はい、そしてこの反対側、こちらにも6枚入れてみました。同じカードポケットですね。ですので両側についておりますので、よく使う面と、あとはあまり使わない身分証とかですね、そういったものを入れる、面とに分けて使うのもいいかもしれません。続いて今度は小銭ですね。コイン行きましょう。はい、こちら持ってきました。これくらい20枚今ありますけど、はい、じゃらじゃらじゃらっと入れまして、そうしますとこのように中が見えます。内側もピンクですので、
小銭見えやすくなってますよね。はい、このようになっております。ですので例えば500円玉ありますね、こう取ったりとか、あと10円玉ですね、はい、10円取ったり、あとそうですね100円取ったりとか、まあ、このあたりは、はい、まあ、この広さもありますしね、まあ、深さも多少ありますのでたっぷり入りますし、まあ、小銭入れとしてはもうほんと十分なスペースが確保されております。そしてまあこれだけ入れまして、閉じますとこのように、はい、なっております。ただし小銭入れますとこういったスマホとかですね、ちょっと厚みのあるものを入れますと、はい、ちょっと入らなくなってしまいますので、現実的にはこのスペースにはまあお札、レシート、あるいはチケットとか、あと通帳1冊入れる、まあ、そんな感じになるかと思います。はい、いかがだったでしょうか。まあ、一通りお財布、まあ、機能とか特徴を見てきたわけですけれども、どうでしょうか。まあ、実際にお会計のシーンを想定して、流れで見ていきたいなと思いますので、まあ、いつものコンビニにちょっと行ってきます。はい、あ、店長、こんにちは。はい、あ、今日ですね、いつも購入していますあのルマンド、はい、今日箱買いしたいなと思いますので、1箱おいくらでしょうか。はい、あ、30袋入りで3,000円。あ、それでは2箱ください。はい、あ、では税込みで6600円ですね。ということで、まあ、ルマンドを買うとしまして6600円の支払いやってみたいと思います。はい、でまず開けるときはここをパッと開けまして、さっと中開きますよね。まあ、この操作すごく、スムーズにもちろん行えます。で6600円ということで、仮に1万円札出しましょうか。1万円と600円、まあ、小銭ここさっと開けまして、中見ますとこのように見えますので、600円500円ですね。小銭結構たくさん入っていても幅も深さもありますので、このようにすごく見えやすくなっております。600円ということであと100円ですね。はい、では1万600円でお願いします。あとですね、例えば、まあ、ポイントカードとかあればこちらからですね、出したりとかもできますし、まあ、このあたりにカードよく使うの入れておけばここからスッと出したりもねできますので、まあ、そのあたりは使いやすくなっているかと思います。はい、それではお釣りお願いします。あ、そうですよね。ブルボンはすべてタダですよね。あ、そうしましたら、あ、こちらもらいます。はい、じゃあこちらをお釣りとしてもらった場合に、はい、まあ、さっとこちら入れますよね。で、スッと閉めまして、まあ、1万円もですね、こちらの、こちらの広い方のこちらの方にスッと入れることができますので、はい、まあ、このあたりの使い勝手特に問題ないかなと、使いやすくなってるかと思います。あ、店長いつもありがとうございます。はい。あ、送料も無料。あ、それでは自宅の方に、あ、送っといてください。あ、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ店長失礼します。またお願いします。あとですね、付録でありましたこちらクレーサスのバッグに入れた感じも写しておきましょうか。多少小さめのバッグだったとしても今回幅がコンパクトになってますので、入れやすくなっているかと思います。さらにですね、先日購入しましたミルクフェドのショルダーバッグ、まあ、同系色の色になってきますけれども、はい、まあ、こんな感じで、入れてみるのもいいんじゃないでしょうか。あとはですね、このように付録とかムック本のクレーサスのお財布ありましたけれども、まあ、長財布っていうのがこれまでになかったのでかなり、貴重なアイテムとなりそうなのでぜひチェックしてください。ということで今回はクレーサス長財布ブック紹介していきました。はい、まあ、カメリアデザインがおしゃれで、この明るめのアイボリーホワイトもとってもおしゃれで、サイズもですねスマートに持てて機能的、使い勝手も抜群のお財布となっておりますので、おすすめのお財布となっております。ということで本日の動画は以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今回の付録いいなと思ってもらいましたらグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。